和彦坊ちゃんのことですか。坊ちゃんがお話しした通りです。それ以上は私の口からは。ではまだ後片付けがございますので。15年前に香港へ行ってから父は本を書かなくなってしまって、当時の父の手紙には、自分は大英帝国の遺産を手に入れた、もう働く必要はないと書いてあったんだ。ショックだったよ。他の人がどう言おうと、僕は父の書く本がとても好きだったから。大英帝国の遺産か。どうやら利根英次郎は15年前に香港でそれを手にしたみたいだな。しかしどうやって。それに大英帝国の遺産って一体なんだ。親父のやつ、実の息子の俺たちには1円たりとも残してくれないんだからな。鍵がかかっているみたいだ。
ライドと利根英次郎の関係？俺がクライドと知り合った時には、奴はすでに香港からは出ちまってたからな。ちょっと待って、じゃあクライドさんも15年前は香港にいたってこと？ああ、確かそうだったはずだぜ。クライドはさっき和彦が言ってた香港の都市開発計画を指揮してたって聞いたことが。なるほど、繋がってきたみたいだな。都市開発計画の幹部ってことは、和彦さんの家の取り壊しについても権限を持っていたってことだ。さっきの話の流れでいけば、いろいろと便宜を図ってくれたクライドに利根英次郎が恩を感じて遺産を分けたってことになるのかね。ま、利根英次郎がそこまでいいやつだったとすればだが。ヤンと利根英次郎の関係ね。それなら一つしかないわ。ヤンはね、かつては香港警察の看板警部だったのよ。じゃあもしかして。そう、和彦君の父親がさらわれた事件を担当してたわ。でも結局犯人を捕まえることができなくって、その時弱った母親の代わりに警察側と交渉していたのが彼の友人の利根英次郎という男だったわ。英次郎が事件後警察に出入りしていたのは、本当に和彦さんの父親の行方を探すためだったのか。友人の捜索に手を尽くしてくれたヤンに利根英次郎が感謝して遺産を分けた。それで話は通じないこともないけれどね。ところで、ケビンさんはどうしてクライドさんと一緒に？奴が昔、酔った拍子に口にしたのさ。俺は大英帝国の遺産を受け継ぐ男だって。その言葉が、遺産ってやつがどんなもん、今回ようやく。
クランしかない。今は誰とも話したくないんだ。察してくれるね。たとえ倉橋さんでも今は話を聞くのは無理か。鍵がかかっているみたいだ。15年前に旦那様が香港からお戻りになって、急にお屋敷の改築を始められた時は本当に声が出ませんでしたよ。水に沈んだせいで火事の手間だって何倍にもなりましたからね。鍵がかかっているみたいだ。今は話を聞くのは無理みたいだ。